さんこんにちは、大堀123でございます。で今回もですね、アホ組の娘第202回目ということでやっていきたいと思いますけれども、ソフトバンクのT シャツを着けてますけれどもね、この間ね、石橋楽器にちょっと言ってきたんだけど、これなんかいいなと思ったものがあったんでちょっと紹介したいんだけど、これですね。なんだこれはと、何の変哲もないやつですけど、こうやってねパカッて開くわけですけどね、で何のことはない、ピックケースなんですけどね、ピックといえば、まあ、僕なんかこういうフェンダーのミディアムピックこうやって使ってるわけですけど、ギターの小物としてはほぼ必須のものでありますけれども、意外とピックってライブの時もそうだし、普段何気なくギター弾いてる時もそうですけど、僕はいつもやらかすんですけど、あれピックどこいたっけって思う時があるわけですよ。手にこうまとめるところに置いときゃいいもんをですね、散らばっちゃったりなんかしてですね、まあそんな時にですね、ピックを入れるようなケースなんか必要なんじゃないかと。これはですね、強烈から出てる PC200 ってやつなんです。定価が大体200円ぐらいかな。今も言ったけど、やっぱりピックなんかを一点に入れる場所を持っとけばですね、どこ行ったっけなんていうこともないし、ギターなんかね持ってどっか出かける時なんかピック必要だと思いますから、ピックを入れるようなケースがあるともっと心強いんじゃないかなと思うわけですね。まあ特にピックを複数枚持ってる人にとってはおすすめのもんなんじゃないかなと思うわけですけど、この蓋を開けてこんな感じで収納するということなんです。いろんなカラーバリエーションがあったんだけど、赤にしたんです。見つかるのに早いかなと思ってね、目立つものにしようということで赤にしたの。まあ少なくとも10枚は軽く入ります。結構な量入るんじゃないでしょうか。これだけでもね、どっかにギター持っていくときに、まあ、こんな感じで入れてね収納できるわけですよ。まあ僕なんかね、どうしてもピックをそのままぶち込んでしまう癖があるので、散らばっていけないなと思うから、こういうケースなんかにやっぱり収めて手にまとめておくってことは非常に大事だなと、つくづくね思いますね。まあいろんなケースで代用できることも事実なんですけどね、巾着袋でも構わないと思うしね、もし楽器店なんかに寄った時なんかもね、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。ということでね、また次回お会いしましょう。大堀123でございました。ではさよなら、バイバイ。